ジャパニーズヨガの夏美です。今日のテーマは肩周り腕周りの柔軟性を上げるです。さあ、今までの動画の中でも、肩周りですね、腕周りのこう柔軟性を上げたいですっていう相談がいくつかあって、で、上げた動画もとても人気だったんですけれど、今日急に朝、そういえばこの動きもいいかもと思って試してみたらなんとなく良さそうだったので今日はシェアをしたいと思います。でですね、よく私、チェックをしますね。このように手を後ろに回してつなげるかというものをまず行ってから、今日も試してみたいと思います。さあ、右手からでも左手からでもいいですが、まず手を上に上げて、上げた手、肘をセンターに寄せるような感覚で、下の手は下から通していきます。そして手と手をつなぎたいんですが、この時にどのくらいつなげるか、まあつなげないかということもそうなんですが、上の手が原因か下の手が原因かというのも、なんとなくでいいので把握してみてください。それによって自分はこう下から通す方の柔軟性が足りないなとか上の方だなっていうのが見えてくるかと思います。で、今日行っていくものは、この胸周りですね。どちらかというと皆さんこう前かがみになる姿勢が多かったり、パソコンやスマホもそうですね。こう肩が内巻きになりやすかったりと、どちらかというとこのあたりがギュッと収縮っていうんですかね、少しこう緊張しやすい状態になって後ろ側に手を回していくという動きが苦手になっているケースがたくさんあるので、ここをほぐしていきたいと思います。じゃあ皆さん、膝を立てた状態で今日はスタートしていきます。そして、私は皆さんの鏡となるイメージで行いますね。右手を出して左のこの胸の横、ちょうど脇の手前って感じでしょうか。肩の手前のあたり。ここをぐっと押します。押していて心地いい感覚の場所だったら大丈夫です。そして、横にまず振りましょう。力をはーっと抜くような感じで振ります。そして今度は前後です。さあ、動きを変えますね。今度、手のひらを上向きにして、肘を一旦曲げてみましょう。で、この状態から、手を外側に向かって開きます。今度はですね、この手のひら上のままです。内側から、手のひら上向きのまま向こう側まで回してみましょう。この動きの繰り返しですね。手のひら上に向けたまま、内側から外。そしてまた内側から外。なんとなくこの手のひらに何か物が持ってるイメージでもいいので、その状態のままで特殊な動きですが繰り返します。右手はプッシュしたまま行きましょう。なんかこのリレーのなんか取る姿勢でしょうか。なかなか私生活でこんな動きをすることがないので、あと2回ぐらい行きましょうか。さあ、このままホールドします。3、2、1、 OK。 一旦リラックス、肩をぐりさあ次反対行きましょうか。左手を出していただいて、右のこの胸の横あたりぐっと押すようにします。最初は横にゆらゆらっと楽に振りましょう。さあ、次は前後ですね。肘を曲げながらでもいいですし、ブラブラっと前後に。気持ち、力をこうリラックスしながらがいいので、楽に息を吐きながら揺らします。さあ、続けて手のひら上向きで肘を曲げましょう。脇を締める感じでスタートです。そこからまずは外側に向かって手のひら開きます。今度内側から手のひら上に向けたまままた外に回しましょう。この動作の繰り返しです。内から外。で戻す。内から外。
戻す。何度か繰り返します。押しながらです。胸の横ですね、このあたり。押しながら。呼吸は自然にしてくださいね。あまり力まずに、スルッと。できればスムーズな動きです。ほっ。あとは2回ぐらい行きましょう。2、ラスト1、ここでホールド。3、2、1、OK。では解放。肩を少しぐるっと回していきましょう。さあ、続けてもう少し行きます。次は親指で、肩の今度は入り口のあたりですね。図を出しますね。親指がぐっと入る箇所があると思うので、そこを押したままでいきましょう。そして、左手は肩に添えていきます。でこの状態から、肘で、ごめんなさい。手を、どうでしょうね。指先は脇の方にこうぐっと入れるような感じがやりやすいかと思います。そして、肩に手を添えて、肘で大きな円を描くように回しますね。この時も、肘が一番遠くを通る感覚で行ってみましょう。内側から、そして上に向かってこう引き上げた時に自分が上がりにくいなと思ったらどのぐらいの角度なのかなっていうのも確認しながら。繰り返しです。さあ、逆回転しましょう。でもし痛みやなんか違和感があればそこは避けてください。痛いのになんかゴリゴリしながら行うといいっていうわけではないです。痛くないところを探ってその動きを引き出していった方が全体的に柔らかくなります。さあ、一旦解放しましょうか。また肩リラックス。なんか私はもうすでにどんどん肩が軽くなってます。同じように今度肩の入り口あたりですね。親指グッと押して入るところがあります。残りの指は好きなところ、脇のあたりに添えるのでも大丈夫です。さあ、指先を肩に添えて、肘で一番遠くを通すような形で、ゆっくりでいいので、できれば可動範囲全体を使うような感覚です。では逆回転です。シンプルな動きなんですけれど、丁寧に丁寧に行うことで、自分のこの動き方の癖も見えてくるかもしれません。さあ、あと一度ほど。OK、一旦リラックス。肩を楽にしましょう。さあ、少し伸びたい感覚が私はあるので、皆さんはどうでしょう。デコ伸びポーズしましょうか。四つ這いから、股関節の真下、膝幅は腰幅よりも少し大きめです。お尻を後ろに引いて、肩の下に肘、または手を前に滑らせて、おでこを下ろしてみたり、顎でも、または横向きになってもいいので、一旦、背中側、肩周り、心地よくほぐします。ゆっくりお尻をかかとについてチャイルドポーズ。もう少し手を前に前に伸ばせる方は伸ばすことで、指先から始まって、で、腕、肩、背中、全体的に長く伸びしろを作っていきます。さあ、では、一旦、リラックスしてから、頭が最後になるように、ゆっくり上体を起こして、一度肩をリラックス。さあ、では、実験していきましょう。右手を上げて、肘を曲げ。左手下から、
通します。私はすごく行いやすくなっていますが、皆さんはどうでしょうか。ほんの少しこの胸のあたりをほぐすことによって腕が後ろ側に回りやすくなるというものの紹介でした。またこんなのを作ってほしいですというリクエストなんかがあれば、ぜひコメント欄に残してください。また次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーなつむで検索してみてください。